初めてのヘルシオです。お隣とあと近くの農家から買ってきた野菜類と実家から来た、ウインナーを入れてこれからセットします。これでいいかな。あとは攪拌するやつか、これですかね。混ぜ技ユニット、これをこれで閉じて、今日ポトフにしてみるんで、メニュー決定。で決定。これスタートですか。もう60分か。じゃあこれから自転車で走ってきます。その間にできてるといいな。頑張って料理してください。お、なんか動いてる音がする。こんにちは、松尾サイクローグです。今日は3月17日、時間は3時20分をちょっと回ったあたりです。ちょっといつもよりも、走る時間が遅いんだけど、それには理由がありまして、午前中に散財というかね、結構僕にしては高い買い物をして、それが届いたのでそのセットアップをしてたんです。で、何かというと、ヘルシオおじさん、ヘルシオホットクック、いやもうこれね、結構ずっと気になってはいたんだけど、ついに、安売りされてるっていうのを、知りましてですね、グルドンで見て、なんかモデルとしては古いらしいんだけど、それが 34,800円とかで、タイムセールで売られてたんで、つい手に入れてしまったという。それがね、午前中届いたんだけど、でその結構場所を取るんでね、で部屋を片付けたりして、で古いあまり使ってない台所用の用品とかを片付けたり掃除したりしてたら遅くなってしまったと。それでね、うちの近所でというか隣の家で、でそこのおじいちゃんおばあちゃんたちが、埼玉の方に農園を持ってるらしくて、でそれをですね、うちの近所で売ってるんですよ。でそこで、野菜を手に入れて、あといつものね、近所の有機栽培をやってる、農家、まあ有機というよりは低農薬野菜、これ売ってる加藤農園というところで、大量に野菜を仕入れて、そして切り刻んで、放り込んできたと。いやホットコックの、エヴァンジェリストといえば勝間さんなんだけど、その勝間さんの、
ブログ自体は僕はまだ読んでないですよ。まあそれに影響を受けたと思われる、吉祥、おちゅん、この、YouTube ライブ放送を見て、いやそれがねすごい、楽しそうだからっていうわけではなくて、あ確かに、こういう考え方をすれば、料理すごい楽になるなっていうのが分かったんですよね。で自分が得意な料理ってカレーとかね、スープとかシチューとかああいうコトコト煮込む系のやつ で素材は結構、最初に入れたまま、後処理みたいなものあんまり必要ないようなものばっかり作ってたんだけど、あとかき混ぜるね、コトコト煮込んでかき混ぜる、でそればっかりやってる料理が、あの、まあ、自分では得意っていうか、そういうのしかできないわけなんですが、そういう料理はこのホットクック、俺がすごく得意とするものらしいんですよ。圧力鍋とかね、あと低温でコトコト煮込む系の、料理ってあるし、なんかそういうのって男の手料理っぽいじゃないですか。でこのホットクックがさらに優秀なのは、材料を放り込んでおいて、あとは、まあ、蒸すだけっていうか、野菜とかだと野菜そのものの本来の水分を出してって、持ち味を、まさに持ち味を生かすみたいな、そういう作り方ですよね。でそれを、買って今ポトフを煮込んでるところです。作り始めてから出来上がるまで1時間ぐらいかかるらしいんで、その間に走ってきて、走って戻ってきた頃にはもう出来上がってると。これはいい塩梅ですね。でもっと数時間煮込むやつはあるらしいんだけど、で今回は、この加藤農園とお隣で手に入れた野菜類を仕方まぶっ込んで、キャベツ、玉ねぎ、じゃがいも、あとカブ、ラディッシュと、あとはトマトと、あと、ズッキーニだ、この辺を適当に切って、そして、切り刻んで、でセットアップしたらあとはもうそのままただ待つのみと。この辺がね何かに似てるなと思ったらあれですよ、素材の調理をして料理をして、であとは、ひたすら処理に時間をかける、これビデオ編集とか CG 作成とかああいうレンダリングですよね。だからクッキングっていうよりはクックレンダリングに、と言えるもんじゃないかなと思うわけです。あこれは確かに、おちゅん気に入るよな、勝間さんも気に入るよな。で素材を用意した段階であとはそのアルゴリズムを選ぶわけですよね。
無水料理なのか、それともスープ類なのか、そのいくつかのパターンが用意されてて、アルゴリズムが用意されてて、でそれによって法適切な料理法が、に従って調理されていくと。これがね、大変プログラミングですよ。でまだその、デフォルトのメニューの中に入っているものの中で、ポトフっていうのをやってみただけなんだけど、まあね、まだ味見てないから何とも言えないし、このホットクックを使った、食べ物も食べたことはまだないんですよね。なのでちょっと楽しみ。まあ、料理はプログラミングだとかそんな感じですかね。そう、素材を放り込んで、あとは、もう出来上がるまで待つっていう意味だと、ベーカリーマシン、ベーキングマシン、ホームベーカリーかに近い、感じですね。ホームベーカリーはその基本的にパンしかできないので、パンとかお菓子しかできないので汎用性は少なかったんだけど、このホットクックは野菜料理、肉料理、何でもいけるという。普通の新品のね、やつだと6万円ぐらいするんで、安いうちに買えてよかったの。あと僕が買ったやつはね、 2.4 リットルのやつなんだけど、もう少し小さいやつでもよかったかな。それだと2万円台からある。久々にワクワクする家電製品ですね。シャープの買ったの本当に久しぶりじゃないかな。僕が買ったやつは割と、古めっていうか、シャープらしく喋ったりとかはしないみたいなんでね、そこはちょっと残念ですが。あとはね、この製品名のダジャレ感、おっさん感が素晴らしくて、ほっとくだけで料理ができるホットクック、ほっとくとクックを合わせたと、この辺のセンスのおっさん度が素晴らしいじゃないですか。まあ、ついでに言うならヘルシオもそうですよね。ヘルシーと、塩が減る減塩でちょっと、ヘルシー思考をイメージした感じになってると勝手に思ってんだよ。まあ、そんな、ヘルシオホットクック、
まあ、あとカレーとかね、あとピチキオがおすすめしているのが、もう本当水を全然足さないで、野菜と肉だけ放り込んで、塩だけで料理するっていうのもいいよというおすすめされましたけど、そうすると塩に凝るのかな、クレジソルトとか岩塩とか博多の塩とかですかね。先買ったのはそれだけではなくて、実は今日のこのカメラ、うまくいくかどうかわからないけども3カメラ構成、あと2マイク構成になってます。ヘルメットマウントしているのが GoPro Hero 6で、あと左手、じゃないや、シートレール下にあるのが、AC800、 もう一つ中華アクションカムを買い足して、それをもともと AC800 で撮ってた、このバーマウント左手の、ドロップハンドルの、アンダーですね、ここの場所に、新しいアクションカムを、名前なんだっけな、まあ、そので届いたのを見るとなんかほぼ AC800 と同じなんですよね、まあ、ファームウェア微妙に違うみたいだし、アラートのとこも違うんだけど、フォームファクターがほぼ同じ。これが、新しいアクションカム。で、リアっていうかバックミラー的に使うやつとサイドミラー的に使うやつと両方とも結局縮小しちゃうんで、0.3 倍30% くらいに縮小しちゃうんで、まあ、そんなに、高い画像、良い画像である必要はないなっていうのが分かったので、この GoPro のね、例えば Hero 5とか、セッションとかあの辺を買い足すよりもはるかに安いので、ね、手に入れる。でこれは AC800 よりさらに安くて、なんと3000円台と、サンキュッパーとかかな。で、GoPro 互換のマウンターとかはほぼ同じセットが一揃いついてくるんですよ。これすごいですよね。いや本当その GoPro 互換マウントのためだけに買っても別に損した感じはしない。でバッテリーも2個ついてくる。で日本語ローカライズもされてるんだけど、ちょっとその日本語はかなり怪しい感じなんだけどね。
そのために、32ギガのマイクロ SD カードを追加して、それの到着を待って、今こうやって乗っているんです。でね、もう一つまだあるんですよ。僕最近音取りに失敗することが多くて、まあいろいろ理由はあるんですけど、でピンマイク今2種類使ってて、一つが、ゼンハイザーの、アポジーのチップを使っているクリップマイクオーディデジタル、クリップマイクデジタルというやつ、これと、アイリグの、アイリグラブという、ラベリアマイクですね。この2つを、使ってるんだけど、最近クリップマイクデジタルの調子が悪いんで、アイリグラブがデフォルトで使ってる感じなんだけどね、これの録音をよく失敗するんですよ。まあ失敗のパターンはいろいろあるんだけど、一つはね、このために iPhone6S をこの録音専用に使ってるんだけど、漕いでるうちにそこになんか当たっちゃって、不用意に止めてしまうと、で5分ぐらいで止まってたりっていうことが、結構よくあって、で後で悲しい思いをして、GoPro 内蔵マイクで、内蔵マイクが良くないんですよねこれね。ドリキンも前から言ったけど、風切り音は入るわ、3つあるマイクのこう、まあ、1つに一定しないとかね、まあ、いろいろ問題が、多発してくる。でまあ、失敗するってことを前提に、じゃあちゃんとバックアップを取っておこうと。で絶対に失敗しないマイクっていうことでね、DR20 だっけ、 20L っていう、タスカムの定番といえるピンマイクレコーダーがあって、ドリキンはまあこれをお勧めしてるし、多分世の中の大半の人はそれをお勧めするんだろうけど、まあこれも高いんだよね、2万4000円ぐらいするんで、もうちょい安くていいんじゃないのと。ということで、Amazon で、探してきたのが、どこのメーカーかわからない、名前も聞いたことがないところの IC レコーダー、1980円。あとね、タスカムのやつ重いんですよ、結構でかい。でピンマイク単体で録音するというのにはちょっと大きすぎるかなと、そこは残念な感じなんだよね。でそれに対してこの、中華 IC、 中華かどうか分かんないけど IC レコーダーは、
超軽い。いや本当ね、親指ぐらいの大きさなんです。いやすごい薄いし。でそのくらい小さいと何ができるかっていうと、このヘルメットの紐のところ、このヘルメットの紐って口に続いてるんで、口に一番近い位置で、マイクを拾うことができる、音を拾うことができるので、結果的に音はそんな悪くないんじゃないのという予想のもとにですね、で今、この IC レコーダーをヘルメットのあご紐のところに輪ゴムでくくりつけてる。まあ、そんな状態で走ってます。どのくらい音が取れてるか、ちょっとアイリグラブと、どのくらい違うかっていうのを比較してみたいですね。試しにちょっと録音してみたのは、まあさすがに音の質はそんな良くはないんだけど、声だけだったらちゃんと拾うかな。一応そういうバックアップを、万全としつつ、3カメ、2マイク、これで行ってみたいと思います。そして帰ったら、美味しいポトフが出来上がってるか、それとも失敗してるか。一つね、失敗が見えてしまったのは、秘伝のタレを1個入れるのを忘れてたんですよ。うちの庭にね、月桂樹、ローリエがあるんですけど、これの葉っぱを1枚むしってその中に放り込んでおくんだった。これでだいぶ風味が違ってくるんで、でこの月桂樹がね伸びすぎてお隣を侵食してよく怒られるんですよね。この間も怒られて、それで、木を高枝切りバサミでジョキジョキ切ってたんですけど、蚊に刺されながらね。で次はそのローリエを取るのを忘れないように、葉っぱをね。でこの木を切るとか庭の、手入れをするとかもこれまでできなかったんですよ、体調が悪くて。
そういうのもできるようになったんで、少しずつ人間らしい生活に戻るかな。あと昨日は使えなかったけど、みたいなハーレーでしたね。10キロ過ぎた。というわけで、大体この辺で終わりにしたいと思います。それでは、バイバイ。バイバイ。撮ったらできてました。さあどうかな。開けてみます。蒸気に注意。お、いい匂いがしてます。さあ食べるぞ。ポトフです。